瞬間をショップチャンネル。ショップチャンネルは、本日、ファッションデーということで素材にこだわる商品をね加工時間でご覧いただいていると思うんですけれども、さあこれからのですね、約10分は、ショップチャンネルお茶行こうという番組をお届けしております。お茶行こうは、商品をご紹介するというよりはお客様からのご質問とかテーマを決めてコメントをいただいてご紹介するっていうような、番組の構成になっているんですが、ご紹介させていただいた方の中からはですね、もれなくこういったね、ショップチャンネルのお茶行こうのステッカーを差し上げますので、ぜひとも投稿もお願いしたいと思います。さて、ここでお知らせでございます。実はですね、日頃の感謝の、皆様に感謝の気持ちを込めまして、ショップチャンネルビッグセールを開催いたします。日時はですね、11月の6日、1時から17時、そして11月の7日木曜日も同じく11時から、今度は16時までということで、最終入場は、平常の時間の30分前となりますのでご注意ください。当日はラグジュアリー商品が最大 60% オフとなる、ラグジュアリーセール、そして、アパレル商品ですとか3点以上お買い上げで 30% オフになるなんていうような、こういったアパレルの商品とお買い足し、まとめ買いというところでお買い得なセールも実施しております。バッグの商品も全品 20% オフなど、いろいろなバッグセールも開催しておりますし、さらにですね、ビッグセールの、こちら東京の初日なんですが、こちら、11月6日15時からですね、お茶行こうの公開生放送を開催いたします。前回大阪で尾形キャストがね中継をしていただいたのを見たことがある方もいらっしゃると思うんですが、今回はですね、斉藤キャストが、このセール会場にお邪魔をいたしまして、番組をお届けさせていただきますので、ぜひお越しの方はお付き合いくださいませ。お召し物、こちらですね、見ていただきました場所なんですけれども、こういったですね、今見ていただく有楽町の駅 JR を降りていただきますと交通会館がございまして、その交通会館の12階のダイヤモンドホールカトレアサロンというところまでお出かけください。なおですね、はい、何ですか、なんとですね、斉藤キャストもですね、この後ちょっと今日ね寒かったら暑かった、斉藤キャストはこの後カシミヤのこのストールをご紹介してくださるんですが、斉藤キャスト、はい、ぜひね、中継をお客様に一言お願いします。待ってます、待ってますということでありがとうございます。この後番組お願いいたします。さあそれではですね、今斉藤さんの笑顔が素敵だったところで、今日の投稿テーマ、これ今日からスタートいたします投稿テーマなんですが、これだけは譲れない、こだわりは何ですかという、投稿テーマで、皆様から募集をさせていただきました。まずはですね、いろんなこだわりがあると思うんですよ。食べるときは何でもかんでもソースじゃないと食べられないとかね、もうそういう調味料のこだわりもあるでしょうし、絶対に私はもうここのこの形じゃないと譲れない、そういうところを皆様から投稿していただいたんですけど、まずはローズウッド様、ありがとうございます。決してものすごく綺麗好きというわけではないですが、でも窓の三角の砂ぼこり、換気扇の細い黒いほこりの汚れ、どうにも気になってしまいます。使用済みの爪楊枝を取っておいてほじほじしないと気が済みません。他は結構適当なんですけどね。もう分かりますよ、細かいところね、ここだけは譲れない。例えばバスタブに入っていくところのこのね、風呂場のところのこのラインのところにずっとねほこりが溜まってたりとか、ちょっと歩くとふわふわっとペットちゃんの毛がね舞い上がるとか、もうそういう日々のちょっとした嫌だなと思うところ、本当ローズウッド様気持ち分かります。でもこれ達成して綺麗になった時ってものすごい達成感ですよね。こういうこだわりってすごく日常持ってないと、積もり積もってすごいゴミになると年末のね大掃除も大変だと思いますから、すごくいいこだわりだと思います。ローズウッド様ありがとうございました。ステッカーを送らせていただきます。そしてこちらレオパパ様からいつもありがとうございます。キムチ鍋です。キムチ鍋のこだわりですね。他の鍋はこだわらないのですが、キムチ鍋だけは自分が作ります。キムチ、豚肉、野菜などの材料を買う店も決めています。すごいですね、結構なこだわり。妻にはあなたが作ると高級店の値段になると愚痴られます。
なるほどね。豚肉もあそこの名店のねトッピンとか、野菜もねもう特別なものとか、まああるんでしょうね。でもそうするとものすごい美味しい気がしますけどね。まあ奥様的にはちょっとお財布事情厳しいかなっていうところのね一言が。ただキムチ鍋も月何回やりますかね。もうこれから寒くなると週に何回もやるのかなね。レオパパ様ぜひ美味しいものを作ってください。ありがとうございます。さあ続いて、これだけは譲れないこだわり何ですか。モータス様、卵焼きの味付けは塩です。小さい頃から卵焼きの味付けは塩で食べて育ったので、コンビニのお弁当とかに甘めの卵焼きが入った時は衝撃でした。はあ、そう、なんか今日さっき卵焼きをねうちのスタッフの子に聞いたら、いや僕はもうショップチャンネルで一番卵焼きを焼いて、もうこのだし巻き卵を作るのはナンバーワンだと思ってるんですって、誰と比べたんだろうっていう話をしてくれましたけどね。まあ彼の伝統はずっとですね侍の家臣だったっていう、そんな話も出てくるぐらいのお名前の方で、お名前は申し上げませんけど、ちなみに鎧くんですね。分かる人だけ分かるんですけどね。ではこの甘めの、まあ、卵焼きっていうのもみりんで味付けするからとか、お砂糖でとか三温糖でとかね、今いろいろこだわりのある方もいますけど、塩ってあっさりするんですかね。塩ちょっとおかずっぽいんですかね。美味しそうだけどね。今塩むすびとかすごい人気じゃないですか、ね、ちょっとお弁当のおかずとか、あとあれですね、塩味があるっていうことはちょっとスポーツした後とかね、その後に食べるおにぎりと一緒に入ってる卵焼きとか最高っぽいな。ありがとうございました。さあそして朝から天丼様ありがとうございます。これだけは譲れないこだわりは何ですかというテーマで、家族にはがっつり食べるのに意味あるの？と笑われますが、朝と晩必ず体重計に乗ります。ダイエット目的ではなくプラス2キロ以内を保つための譲れない策、プラス2キロ設定はちょっと頑張ればなんとかなるかなのこだわりのギリギリライン。素晴らしい素晴らしい。私本当にこれを一番に今日はね選ばせていただいたぐらい、このコンセプトは本当に譲れないね。毎日の習慣としては体重計に乗るだけで自分の、ね、頭がちょっと太ったとか言うとなんか自然と体がセーブするんですってね。だけども本当にもう朝から天丼さんはプラス2キロのねこの以内に保つための譲れ、ちょっと美味しいものを言ってね食べ過ぎたりとかすることあるじゃないですか、旅行に行っても。でも体重計に乗るこの習慣だけでいい状態の生活習慣のね中でこう体調とか体重も管理されてるんですよね。素晴らしい。だけど申し訳ない、ごめんなさい、私はねこれができたらいいなっていう憧れのことなのでなかなかもう実現できないですよね。はい、メッセージ来ました、ありがとうございます。ヤスリン様、いつもありがとうございます。私の譲れないことはお茶行こうとライセンスを、ライセ、ライブセレクションを見ることですと。もう夜中のね、なるほど、お茶行こうとライブセレクションをちょっと日中働いてる私たちでライブセレクションってちょっと見せていただくと盛り上がってるのすごい知ってるんですけど、なかなかオンエアね生で見ることができませんけど、ヤスリン様そうですか。じゃあ夜中の3時ぐらいも見ていただき、ここの午後の3時も見ていただく、ありがとうございます。もう本当に安井さんもねこまめにこうねメッセージとかこういう投稿もねいただけますから、私もいつも安井様だわってちょっと思ったりもしますので、よろしかったらまたスタジオ見学の時にでもねお顔をね合わせていただければと思うので、ぜひ。ありがとうございました。さあそしてもうお一方ね、今ね朝から天丼さん、私もこの方は真似したいです本当にね。そしていきましょう、これは、はい、この方は何て読むんですかね。九春トライ様、九春トライ様もちょっと感情、ごめんなさい。私のこだわりは自宅で刺身を食べるときに、ね、練りわさびではなく必ず刻みわさびを用いること。特にマグロは美味しいですよ、ツンとした辛さではないので、わさびが苦手な方にもおすすめ、ぜひお試しください。私わさび大好きなんですよ。だから生のもの買ってきてすりおろすぐらい香りがって言うんですけど、刻みわさびですか。ちょっとトライしてみようかな。メッセージもジャスミン様ありがとうございます。イオロイさんもイオロイさん、ショップスターバリュー、深夜0時はショップチャンネルがお届けするその日一番のおすすめアイテムをご紹介。さあ今後のラインナップをご覧ください。